アップガレージ、ガレージヒーロー、ガレージヒーロー、愛車のこだわり。日曜日12時になりました。皆さんこんにちは。アップガレージプレゼンツ、ガレージヒーローズ、愛車のこだわり、パーソナリティの安藤博樹です。今年最後の放送です。今年はね、激動の年になりましたね、車にとって。私がいわゆる日本カーオブザイヤーの選考委員として、メーカーさんとかインポーターさんが主催するね、いわゆるジャーナリスト向けの試乗会っていうのがあるんですけど、その試乗会ね、私の感覚で言うと4割から5割ぐらい、半分弱が EV だったんですよ。これはやっぱり完全に今年の日本の EV 元年と言ってもいいかもしれませんね。振り返ってみて驚きました。まあそんな中でも、もう純エンジン車、日産フェアレディ Z、 そしてホンダシビックタイプ R、 これはまた痺れましたね。今本当に過渡期なんだなぁと思う2022年でございました。皆さんにとってはこの2022年一体どんな年になったでしょうか。さて、この番組はステアリングを握るのが好きでたまらないといったドライブマニアから、カスタム、ドレスアップなどにこだわりを持つ人、車によって人生観が変わった人など、独自のカーライフを謳歌するゲストを迎え、昼から車愛を語り合う30分のカーマニア番組です。先週に引き続き、今週もお笑いタレントで書道家としても活躍されているお猿さん登場。お楽しみに。アップガレージプレゼンス、ガレージヒーローズ、愛車のこだわり。この番組はカー用品、売るのも買うのもアップガレージの提供でお送りします。さあ、それでは今週もゲストはお笑い芸人で書道家のお猿さんです。お願いします。お願いします。さあ、先週はですね、はい、まあちょっと山川車検の話とかですね、台風の話でね、はいはい、結婚に至った話、そうそうそう、いろんな話を伺いましたけど、どうでしょう、まあ、もともと多趣味なんですが、車がきっかけで始まった趣味みたいなのはあるんですか。車に乗ったら必ず、はい、CD を聞いてたんですが、はい、もう車、CD の後は何かって言ったらもうラジオにして、はいはい、うん、聞く CD がなかったらもうラジオ、うん、必ずラジオ聞いてると、もうラジオ面白くて。あ、そうか、じゃあ、車乗るまではそんなに聞いてなかったのか、はい、そんなに家では聞いてなかったんですけど、はい、車に乗ったらもうラジオになっちゃって。なるほど、はい、もうラジオで、お家でもラジオ聞くようになって。あ、そうですか。はい、そしてラジオ聞きながらおーってね、はい、走ってたら、アップガレージさんにも会ったりして、アップガレージさん国立の方に、はい、なんかインター降りたらボーンって会って、はい、ここにこんなとこにあるねなんつって、はい、寄ったりして、うん、そして山川恵梨香がなんか仕事でね、はい、髪の毛をこうロールするとか、なんかこうブローする、はいはいはい、から車でセットしたいって言うんですよ。うんうんうん、車でセットってどういうことだろうなと。んで、うん、アップガレージさん入って、はい、見たら、AC に変わるのがあったんですよ。はい、シガーラケットから。いわゆるコンセントね。コンセントができる、はい。家庭用のコンセントができるように。アダプターが。アダプターがあったんですよ。はいはい、それは、これだっつってすぐ買って。はい。ほんで、もうやり出したんですけど。はいはい。その、2週間後ぐらいですか。もう髪の毛バッサリ切って。はい、いらないねって言って。でも、それは、奥さんなんか、そんな落ちないんですけど、いや、はい、そのアップガレージさんの商品は良かった。だからもう、感動して、はい、お家のやつもういっぱいいけるじゃん、つって。はいはい。うん。あ、携帯の、充電も、はい、そのコンセントからもいけるし、はいはいはい。これ全部いけるね、つって。はい。感動しましたよ。じゃあ、アップガレージさんとの出会いが生活を変えたわけですね。変えたわけです。ただ山川エリカはすぐ髪の毛切りましたけどね。なんで切っちゃうんだ、つって。ごめんなさい。また山川さんのイメージが若干戻りつつありますね。そうですね。ちょっと挽回しないとあれですけど。そうですね。なんかね、はい、急にこう、動きのある人生をする方ですね。結構、激しいですよね。激しいですね。オープンカー乗りたい。はい、やっぱり暑いから嫌だ。っていうか、割と激しいんですね。そうなんですよ。さあ、そんなお猿さん。これまで走った道で、特に思い出に残ってる、はい、道ってありますか。私ね、はい、これはまあ、実名はあんま言えないと思うんですけども、はい、超大物演歌歌手さんの、はい、お家が、そこが超演歌歌手さんのお家と知らずに最初、はいはい、まあ、車に乗せてデートする女の子を、はいはい、その近くまで乗せてって、はい、お城があるよって見せてたんですよ。はいはいはい、すっごい大きなお家だったんですよ。はい、で、いろいろ調べたら、はい、後にそれが、まあ、演歌歌手さんのお家だったんですけど、はい、ローマ法王の宮廷みたいだねみたいな。はぁ。めちゃくちゃ、山の上全部お家みたいな。
じゃあ、ちょっと郊外っていうか。そうですね。その、住宅街じゃないんですね。はい、ちょっと行きますけども。なるほど、なるほど。でもそこも楽しい会話をしながらね。はいはい。なんか、なんてリアクションするのが一番正解なのかなと思いましたけど、いやいやいや、まあ、イニシャルぐらいはいいんですかね。どなたかというと、まあ、イニシャルで言うと、K さんですね。K さんですね。はい、KS さんですね。K さんですね。もうだいぶ絞られます。もうすぐわかりますけど。そうですね。大物演歌歌手、KS さん。まあ、間違いなくすぐわかると思いますけど。はい。まあ、場所はね、言ってないんで大丈夫です。めちゃくちゃ、いやもう、だから最初、はい、これ僕だから悪意はないんですよ。はいはい。あ、その人のお家だと思って見せてなかったから、はい、最初。ね。わかんないですね。最初はこんなとこにすごいお家あるぞ、つって自分で見に行ってて、はい、まあ、女性も連れて行ってっていう。はい、そしたら、その後に、はい、あの人の家だったっていう。だからもう、すごい、あれですよ。それ奥様もそこは連れて行ったんですか？奥様は行ってないかもしれないですね。じゃあ、今の聞かなかったことにしてください。そうですね。そうですね。じゃあ、それまでね、いろんなこと。そう、まあね。まあ、思い出としてね。思い出としてね。うん。でもまあ、これだけは信じてください。はい、その方のお家だけ見せたら、はい、そのままシャッともう、秒でその女の子のお家に、もう送ってましたから。はい。別に何も聞いてないですけど、まあ、その場所ではね、何をするわけでもなく。何にもなく、もう。もちろん、ね。その人のお家だけ見せたら、はい、ボンってもう、お家に送ってましたから。お家に送るっていうのも、まあ、ええ、まあいいや。個人情報がね、そうですね。あれですけど。まあ、ええ、本当に、まあ、お猿さんね、実はもう、モテるタイプなんですよ、お猿さん。本当に。僕はモテないです、本当に。いや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 、まあいいや。いや。これ堂々巡りになるんで、もうやめておきますけど、まあ僕の中で絶対モテる、一番モテるタイプですけどね。全然モテないです。他になんか、行ってみたい場所っていうなんかあります？そうですね。はい、やっぱりまあ、ベタな答えかもしれないですけど、はいはい、アメリカ西海岸ね。ああ、はいはい。そこの、こう、海岸をずっとこう、ビーチを見ながら走りたい。はい。ね。はい。番組でご一緒した、国際弁護士の方がね。はい。よく頭をこう振りながらね。はい。西海岸っておっしゃってたんですよ。弁護士の方がね。はい、国際弁護士の方が。はい、国際弁護士。僕も多分ご一緒してた方かな。はい、はい、はい。親指を立ててグーにして、こう、はいはいはい、ね、両手を親指立てて、こう、はい。はい。ね。はい、方が、西海岸って言うからもう一回行きたくなって。ああ。うん、西海岸でやっぱ車をね、まあ、オープンにはできないな。山川車検通らないですから。はい、だからもう、かっちり屋根のある車でね。はいはい。ずーっと行って、ずーっと海見たいですね。ヤシの木が並んでてね。見たいですね。はい。そう、行きたいんですよ。実はその、以前ご出演いただいた、新山千春さんが、はい、ラングラージープに乗ってるんですよ。はあ、しかもオープンの。ええー、夢は、西海岸をラングラージープをオープンにして走りたいっておっしゃってましたね。はあ、かっこいいな。そうなんですよ。で、実際リアルに乗ってるので。いいっすね。はい。だからやっぱり西海岸ってなんか僕らありますよね。ああ、ありますね。いつか走ってみたいっていうね。やっぱりなんか、最初は車にはまったきっかけがその一枚のね、アメリカのポスターですから僕も。赤いコルベットの前に女性が立ってた。はい、ビキニだった。はい、それが、やっぱり探さないと。あ、何歳になっても。そうですね。あなたですよね、あなたですよねって一人ずつ聞いて回らないと。ポスターのあなたですよね。そうそう、あの時のポスターあなたですよねと。はい、違うと言われてもいい、あなただと思いますと。まあ多分推定今60歳ぐらいになってらっしゃると思いますけど。そうですね。はい。まあ、じゃあもし山川車検関係ないとしたら、はい、なんかそこ走ってみて車とかなんかありますか？やっぱりね、オープンで行きたいですね。はい、で、アメリカのやっぱり大きいなんか四角いので行きたいですね。ああ。なんか、何がいいかな。ピックアップトラックみたいな感じで。そうそう、ピックアップでもいいですし、昔のカマロとか、あ、はい、マスタング、マスタング、昔のマスタングのオープンで。ああ、いいですね。うん、それからコルベットのワン、C1 のC1、はい、はい、一番初期ですね。道山さんが乗ってたやつ、はいはいはい、あれでもいいですね。オープンにして。そうか、あの辺の、はい。いいですよね。はい。アメリカの人が振り返るアメ車。あ、いいですね、うん。これでちょっと乗ってんのが、この、日本の猿だと。キャッキャッキャッキャ言いながらね。まあまあ、番組出ていただいた、浅草キッドの、はいはいはい、玉袋辻太郎さん。はい、僕前、ラジオで相方だったんですけど、はい、マスタング乗ってて。僕一緒にちょっとサーキット見たんですけど、やっぱりマスタングはいいですね。いいですよね。だ別にバカっ早いわけじゃないんですけど、もう雰囲気が。いいですね。いいですね。マッスルって感じですよね。あ、そうなんですよ。なんか、お猿さん自体は、例えば車の中で音楽聴くとか、うん、はい、車でなんかしてることっていうのはなんかありますか？私はやっぱり、芸人ですから、はい、背中をつけないです。ちょっと待って、意味わかんないです。シートに背中をつけないです。
背中ついてませんよね。アンドさんもつけてないですけど、ね、これです。でもつけてるところなんか、さんまさんに見つかったらもう、首ですよ、これ。何を首になるか分かんないです。いや、もう全部首です、もう。さんまさんといるときに、シートに、さんま御殿は出たことあります。出たことあります。ボテーンと後ろに。どうだっけな、一回ぐらいつけたかもしれないですね。いやー、ちょっと見てますよ、さんまさんは。あ、本当ですか。さんまさんどこで見てるか分かりませんよ。そのせいか分かんないですけど、うん、はい、オンエア見たら、はい、一回、二回しか映ってなかったです。ほら多分下手、面白くなかったんだと思うんですけど。いや、違います、違います。安藤さんの背中のせいです。あー、背中か。あの、センサーついてるんですよ、あそこ。今僕、ちょっと一瞬つけてるんですよ。あ、じゃあ、ついて、あ、もう一回もつけてたんですか。ちょっとこの放送もちょっと安藤さん短くなりますよ。僕の喋り、お猿さんだけの喋りになるかもしれない。いや、違う。テレビ局、ラジオ局のシートは全部そうですし、はい、うちの車もそう。シートにもうセンサーつけて、もう、つかないようにして。これ、理由は何ですか？いつでもやっぱり前向きに芸人ですから、はい、パッと突っ込めるように。ああ、うん、そういうことだったんですね。で、バーンと飛び出してきた人がいたら、キャッとブレーキ踏みながら、ノールックね、うん、とか言って、はい、言ったりね。うん。あっち向いてほい強いとか、そういう、うんうん、全部こう喋りながら。ちゃんと突っ込めるように。うん。ここ赤短いな、ボルトぐらいいけんのとかさ、そういうこう全部。なるほど。うん。ちょっと反省します。いやいや、もう大丈夫です。今のままで、はい。いけるとこまで行けば大丈夫。いけるとこまで行けば。はい、ただ、はい、背中はついてるとさんまさんは見てますよ。ただ僕サーキット走るんですよ。サーキット走る？はい。サーキットはね、背中つけないのはガッチガチにこうホールドされるので、ちょっとそれは難しいかもしれないですね。はい。さんまさんが来てるかどうか確かめてです。でもね。あ、じゃあさんまさんいないところで。いないところでは背中ついてる。あ、オッケーですね。サーキットはね。はいはい、サーキット以外はつけない。サーキット以外はつけないです。ああ。後ろの席でもです。ああ、後ろの席でも。助手席でもです。はい。私はですよ。あ、お猿さんずっとそうです。私は絶対そうです。だから、それがね、これね、ちょっと関係ない話かもしれません。いやもうすいません、はい。頑張っちゃうんですよ。だから、はい、うちの神さん、山川エリカが、はい、子供を産んでくれて、はい、子供が夜泣きして、はい、夜、パッともう2時でも3時でも起きて、はい、お乳をあげるときに、はいはい、僕は何していいか分かんなかったんです、あの時。うんうんうん、男は何していいか分かんない。腕立てやってましたからね、ずっと。もうね、この、おっぱいをあげる30分とかずーっと腕立てやってました。共有するわけですね。そうです。俺も頑張ってんだ。はい、頑張って、エリカっていう。あー、だから、はい、それがね、多分車にも、通じてて、はい、助手席乗ってて、山川エリカ運転でも、やっぱり助手席でこう、じっと、俺も頑張ってるっていう、座り方してます、やっぱり。僕はね、助手席に乗ることがほぼ人生にないんですよ。え？うち、神さん免許持ってないんです。ああ、そうなんです。常に運転はしてるんですけど、はあはあ、逆に僕はもう乗ってる人は、寝てても何でもいいんですよ。あ、そうなんですか。でももう自由にしていてください。で、運転してる人が、助手席の人が寝ると怒る人いるじゃないですか。はいはいはい。もう意味がわかんないです。僕はもう本当にリラックスして乗っていてほしいので、はあ、だからそのぐらい僕は常に緊張してる。ので。そうですか、すごいですよ、はい。神様いましたね。ここにいましたね。いや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 。でも、腕立て伏せの気持ちは分かります。うん、なんかね、はい、自分も頑張ってるところを、見せとかないともうなんか悪いなと思って、男はな、いや、やることがないですもんね。できない。ちなみにその時の奥さんの反応はどうですか？いやもうちょっと、向こうでやってっていう。もうなんか嫌なんですって。もう自分がこんだけ大変な感じでね、もう起きてすぐおっぱいあげて、静かにあげたいのに、ずっと、ってやってるじゃないですか。はいはい。ちょっと、ドアの向こうでやって、つって、すごい、それこそ、大竹しのぶさんみたいな感じで、もう、向こうでやって、って、さんまさんが出たからじゃないですけども。しかも似てるんですよ。ちょっと向こうでやって、ってね、すごい、静かな感じでね。一言で言うと、じゃあ迷惑。そうですね。ありがた迷惑ですね。でもやらなきゃ、気が済まない。だから、ドアの向こうでやってましたけど、おかげでものすごい筋肉つきました。いいですよね。はい、腕立てですよ。ほんと全身なので、僕もジムに行かずに、自重で今日にやるタイプなんで。ああ、すごいですね。私も自重なんです、ね、自重ですよね、はい。はい。ありがとうございます。変に体も壊さないですね。そうそうそう。そうなんですよ。自重取れなんかもここにいました。自重ならしろ。そうなんです。はい、ということでございまして、はい、今週もですね、お笑いタレントで書道家のお猿さんにお話を伺っています、はい。後半もお楽しみに。お願いします。アップガレージ、ガレージヒーローズ。愛車のこだわり。俺はカスタムヒーロー。アップガレージマン。走れ走れ走れ。国道を駆け抜けろ。俺のカスタムカー。超えろ。自慢の
タン仕様でどんな効果をくぐるのだ。チューンアップだ、ドレスアップだ、性能アップだ、アップガレージ俺はカスタムヒーロー、アップガレージメン。映えろ映えろ映えろ、いいねが欲しいぜ俺のカスタムカー。かわいいテールランプさ、丸いシルバーホイール、カーナビあるけど時々道に迷う。ルートを外れました。セットアップだ、パワーアップだ、気分もアップだ、アップガレージ。カスタムカーに揺られて今日も懐事情と相談さ、アップガレージマン。中古の家用品なら、グレードアップだ、レベルアップだ、買取価格もアップだ。家用品売るのも買うのもアップガレージ。アップガレージプレゼント、ガレージヒーローズ、愛車のこだわり。アップガレージプレゼンツ、ガレージヒーローズ。先週今週とお笑いタレントで書道家のお猿さんをお迎えしております、はい。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、前半はですね、また楽しいお話を伺いまして、はい、ありがとうございます。ドライブコース行ってみたい道の話を伺いましたけども、うん、はい、まあ、今後のカーライフについて伺いたいんですが、うん、お猿さんがいつか乗ってみたい車っていうのはありますか？私ね、はい、昔子供の時に F1 レースを見てて、はい、6輪がついた、はい、F1 カーが走ってたんですよ。はい、ティレルって言うんですか？はい、ティレル。あれがね、衝撃で、はい、あ、6輪でも走るんだっていうかね、うん、まあ子供ながらに。はい、まあ4輪は見たことあるけど、はい、6輪でもいいんだ。はい、っていうことで、いつかは6輪乗ってみたい。で、なんでかっていうと、そのティレルが右曲がるときには、前の4つのタイヤがギュッと右に回るんです。はい、あの4つともが曲がるのがもう楽しくて。はい。はい、あれ衝撃でしたよね。はい。衝撃でしたよね。もう多分全世界の少年たちが目をキラキラさせたと思います。はい、そうですよね、あれ。六輪みたいな。はい。あの、プラモデルももう何個も買いました、ティレルの。あれは確かに衝撃。あれに、だから乗ってみたいと思うんですか？はい、乗ってみたいです。だから実際にこうグッと曲がるときに四輪がギュッと曲がるのを見たいです。見たいですね。はい。あー、乗れるのかな、今どうなんですかね。乗りたいですけどね。今あれ買えるんですかね。あの、レプリカでもいいから、ちょっと乗ってみたいですよね。乗ってみたいですよね。はぁ。なんかあんまり最近見ないし、聞かないですけどね。まあまあまあ、ないですもんね。はい。まあ一応、なんか、レギュレーションも厳しくなってるってもありますけど。あ、作ってもらうとまた、結構な、ね。はい、お金もね。ね、するんですよね。え、じゃあ、その、今の市販の車では特にないんですか？その、市販の車、いや、いろいろありますけどね。はい。まあ、まあ、欲を言えばですよ。はい、ちょっとなんかこう、車中泊がね、はい、あの、長い時に全然苦にならない、はい、あの、キャンピングカーよりももうちょっとお家みたいな。はいはいはい。うん、トラックみたいなのができればいいなとは思ってますけどね。じゃあ、キャンピングカーよりさらに家に近いような。うん、家に近い。もうちょっと大きな。あ、出ました。いわゆるその、ヨーロッパメーカーが出している。うん、そう。もうメルセデス・ベンツの。そう。キャンピングカー。はい。中に車詰めるみたいな。そうですね。はい、車とかもバイクも全部積んで。はいはい。はい。あ、じゃあ、ああいう本当にもう、ええ、日本ではあまり思いかかれないような。そうですね。キャンピングカーというか。はい。お風呂もついててほしいですけどね。もうお風呂も、ジャグジーついてたりしますからね。ね。はい。それがいいっすわ。あれはでももしかしたら買えますね。あ、そうですか。買ってください。じゃあ。いや、ごめんなさい。買ってください。意味がわかんないですけど。僕そんな、ごめんなさい。逆に買ってください。ああ、そうですか。私が買うってこと。いやいやいや。私が乗るか私が買う。もうぜひぜひ。ああ、そう。あれ、いくらだっけ？いやいや、あれはね、やっぱり、ちょっと夢ですよね。確かにあれ、でも、どこ行っても、まあ、うん、まあ困んないですもんね。そうです、そうです。しかも、不便じゃなくて、完全に、ホテルみたいってよく言いますけど、はいはい、本物のホテルみたいですもんね。そうです、そうです。あれはもう、話題にはもうこと書かないですわ。まあそうですよね。はい、話題にはこと書かないな。で、もう取材バンバン来ますよ、多分。そうでしょうね。ええ、もうおそらく YouTube とかやったらもう。俺らもすごいです。すごいでしょうね。はい、もう全然元取れますよ。じゃあぜひ。やりましょう。やりましょうっていうのは、え、安藤さんが買って、僕が YouTube 立ち上げて。はい、うん、もう意味がわかんないですよ。僕はそんなに、僕はまだ車はね、運転、いわゆるそのサーキットとか、電動とか運転したいタイプなんで、あ、実はキャンピングカー、実はまだそんなに興味ないんですよ。ああ、そうなんですか。運転自体が好きなので、もちろんキャンピングカー運転も楽しいでしょうけど、
まだこう、ちっちゃめのというか、まあ、まあ、サーキット走ったりとか。まあ、サーキットか。林道とサーキット。林道とサーキットですか。はい。まだやっぱりその、ワイルドさが、もう、残ってますね。素晴らしいです。あ、本当ですか？羨ましいです。え、うん。あんまないですか、そういうの。あんまりそう、ガタ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 したり、はいはい、あとなんかこう、横に近づいてきてる車がギューッと、あ、危ない危ない危ないみたいな、はい、何キロであのコーナー突っ込むとか、はい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 、そういうのは別になくてもいいです。あ、もう卒業、まあ、はい。あ、だから執行したんですね。そうなんですよ。だから、そう、行こう行こうって言われてなかったからですよ、朝日駅のレースですね。いや、行こう行こう。あ、安藤さんが言ってくれてたら、はい、執行してなかったですよ、僕、永久ライセンス。ああ、それはもう、ちょっと行くから、あ、切れるじゃん、切れるじゃん、つってね。でも、じゃあ、そもそも、取ろうと思ったきっかけは何だったんですか？あれね、はい、番組の企画で、はい、芸能人チームを作って、レースに参加しようってやったんですよ。はいはいはい。で、レーサーよりも早いと言われている俳優さんが来たり、はいはい、あと、本物のレーサーさんも来て、はいはい、で、まあ、お笑い界からは一番車好きって言って、僕も選ばれたりして、やってたんですよ。はいはい、ああ、なるほど、じゃあ。で、やってて、はい、僕はもう見よう見真似と教えてもらって走るじゃないですか。はい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 、めちゃくちゃ速かったんですよ、僕。ほんで、レーサーの人より速かったんですよ。マジっすか？はい。で、レーサーの人が、これ、ちょっと異常じゃないって、この芸人さん凄すぎるよって、はいはい。で、それが取材とともに、その、サーキットのその専門の人たちも見に来て、はい、もう通常の番組を超えちゃったとこで、はい、じゃあその、何週間走るから見ててって言って、はいはい、ブーンと番組兼ねてやったら、やっぱ速かったんですよ。はい。レーサーより早かった。はい。ちょっと待って、はい、もう、じゃあ、これ、タイム的にもう、あれですと。もう、免許上げてもいいですよって言って、はい、じゃあもう、この番組を通して、まあ、国内永久ライセンス認定ということで、って、もう、それで、そこで決まったんです。じゃあ、いわゆる、普通の、プロセスを経ずに、うん、はい、もう、そこでもう、早いから。はい。もう、早く、こんだけいけるなら、もう、他も、OK でしょ、と。ちょっと僕、レーシングドライバーのね、うん、隣に乗ったりしたことあるんですけど、はい、めちゃくちゃ早いと僕は思ったんですよ。はい。そのレーシングドライバーより早かったです。早かったです。え、もう今からもう、はい、もう土下座したぐらい尊敬します。あ、いや、いいですよ。あ、もうでも、はい、本当すいません、本当に。とんでもないです、とんでもない。いや、あげてください。いや、でも、すごいですよ、それ。それで、だから、はい、でも安藤さん、人生は、苦労してない分、はい、やっぱすっぽかしちゃう。進行しちゃう。ああ。苦労して苦労して、受けに行って自分で取りたいっつって取った人は、失効しないんですよ。僕はそこで、早い早いって言われて、はい、おじゃあこれはもう絶対免許を与えてもいいよって、特別扱いみたいになっちゃったから、ありがたみがやっぱ半減ですわ。もうダメなんです。いやでも。人生教えてくれた。いやそういう意味ではね。うん、で僕も雑誌の企画で撮らせていただいて、はい、だから僕も多分自分では多分撮らなかったと思うんですけど、うん、そこで B 級、A 級と、まあ、いっぺんに撮らせていただいたんですけど、はい、でもその早いからじゃないですもん、僕は。それは、ちょっとおさらさんとか教えてくださいっていうぐらい、レーシングドライバーと素人さんのその、レースより早い俳優さんが、うん、まあ、変な話で大したことなかったら、と同時に、うんうんうん、そういうもんなんですよ、本当は。うん、やっぱプロとの差って。その俳優さんもすごい上手かったですよ。だから、はい、俳優さんの中で一番だったんですけど、はい、それでもやっぱりプロには勝てないんですよ。かなですよね。で、僕はもうだから、勝ったから、すごいんじゃないっつって。なんでそんな。いや、それでオチがあるんですけど、はい、それで免許までもらって、はい、これ絶対芸能人チーム優勝するよって言ってたんですけど、はいはい、僕その時忙しい時期で、はい、その本番お休みしちゃったんですよ。そんだけ話題になって、はい、練習サーキット中に免許も取って話題沸騰だったんですけど、はいはい、番組の本番には行けなかったんですよ。ほんで、誰かが、はい、ピュッと、はい、芸人、誰か知りませんよ、はい、来て、走れませんよね、その。はい、そうですね。ええ、やっぱり、周回遅れかなんかで。はい、はい。はい。まあ、そういう番組になっちゃったんですけど。だからね。ちょっと見たかった。いや。だから、本当にね、ありがたみがね、はい、人生を語りましたね、やっぱり。でも。苦労しないとダメなんですよ。でも、また取れますもん。簡単取れますよ。あ、そうですか。だから、最低2日間は、まあ、まず B 級取った後、はいはいはい、B 級取らなきゃいけないんで、まず B 級取らなきゃいけないんですけど、はい、でも、もう筆記みたいなもんなんで、はい、座学だけなんで B 級は。はだからもう、あっという間に取れますよ、また。それ、筆記いけるかな？いや、そんな難しくないですから。あ、そうですか。筆記はそんな難しくないですから。赤信号止まれとかそういう。いや、赤信号はサーキットにはないんで、あんですけど、まあでも、まあ、レッドフラグ、レッドフラグとか、みたいな。旗をね、はいはいはい、旗あるんで、それは覚えなきゃいけないんですけど。なんかこうしたら、ピットに入れとかね。ちょっと待ってください。初めて走ってレーシングドライバーに入る人は、僕、本当に初めて見ました。撮りたいですね、また。
ぜひも、はい、モータースポーツの進行のためにもですね、小沢さんに気をつけていただきたいと思います。はい、今日は、ね、驚きを持っていろんな話を伺いましたけども。さあ、それではですね、はい、出演者の皆さんに、全員に最後に伺っていることがあります。うんうん、はい。最後に、はい、お猿さんにとって、車とは何でしょうか、うん、車とはやっぱり自分ですね。自分を映している。だから、こういう車が欲しいとか、チューンして、こういう車になりたい、したい。自分がそうなりたいんですね。うんはいはい、で、した結果、うちの妻に見せて、山川車検に通るか通らないか、やっぱ通らないんですよ。はいはい、やっぱり、私がやってることって大体、妻には認められないんで。うん、だからなんかね、車と共にね、僕はね、はい、山川車検に通るように、生きていきたいなっていう。はい、ました。最後の最後にまた出ました。山川車検。山川車検。いつか通るようにしたいです。頑張ってください。はい、頑張ります。先週、今週と2週にわたり、お笑いタレントで書道家のお猿さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。突如現れた怪人、ダセエアロ。地球上の車のエアロパーツがことごとくダサくなる、とんでもない事態に見舞われていた。アロ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 ー、この世の全てのエアロをダサくしてやるわい。そして我が兄ダセーナイトの敵絶対に取ってやる。待ってろアップガレージマン。ダセーエアロの仕業でフロントもリアも全てがダサくなる車たち、なんだか少し気恥ずかしい様子にも見えた。せっかくいい顔つきしてたのにダサくて仕方ないよ、仕方ないよ、仕方ないよ。一方その頃、アップガレージマンはエアロビクスに励んでいた。ワンツーワンツー、今日もいい汗。果たして人類はイケてるエアロパーツを取り戻すことができるのか。火用品は売るのも買うのもアップガレージなのか。走れアップガレージマン、いじれアップガレージマン。次回ラジオ CM アップガレージマン、エアロ、それは空気を読むこと。アップガレージで待ってるぜ。火用品売るのも買うのもアップガレージ。アップガレージプレゼンツ、ガレージヒーローズ、愛車のこだわり。今日はお笑いタレントで書道家のお猿さんにお話を伺いました。何が驚いたかって、初めてサーキットを走った時にプロのレーシングドライバーより速いタイムが出たって、こんな人初めて見ましたし初めて聞きました。だいたいプロのレーシングドライバーの走りを見て、あ、自分ってこんなに下手だったんだって思うのが普通なんです。お猿さんの人間としての、またドライバーとしてのポテンシャルの高さをまざまざと見せつけられましたね。本当に2週にわたりありがとうございました。さて、1月1日元日のガレージヒーローズは放送時間が変わります。いつもは12時ですが、元日1月1日は午後2時半からです。ゲストは K バレーカンパニー芸術監督の熊川哲也さん。すごい話が聞けそうです。お楽しみに。それではここでアップガレージからのお知らせです。ただいま12月30日までアップガレージが超お得な冬の大感謝祭を開催中。キャンペーン期間中は対象商品が最大 50% や買取金額が最大2倍になるなど、様々なキャンペーンを実施しています。年末の買い忘れ売り忘れはございませんか。期間中はぜひアップガレージへご来店ください。それでは安藤博樹でした。皆さん、良いお年を。アップガレージプレゼンツ、ガレージヒーローズ、愛車のこだわり。この番組は、カー用品、売るのも買うのもアップガレージの提供でお送りしました。薬品からのお知らせです。毎月最終金曜日からの3日間は河内ポイント10倍、あれもこれもお得なポイント10倍に。月末最終金曜日からの3日間はお近くの河内にご来店ください。ご自宅にあるご不要なもの売れるんですよ。出張買取のバイセルなら着物4点帯2点で15万3000円になった方も。はい、出張買取のバイセルです。着物を売りたいんだけど、汚れがあっても査定してもらえる？汚れやシミがあっても大丈夫です。着物以外もお願いしたいんだけど。バイセルはレコードや切手なども査定しています。なら頼もうかしら。各種手数料はすべて無料。ご予約はお電話1本 0120-09-09-06 0909-09-06
06出張買取のバイセル。